アントニヌス直令、アントニヌス直令、アントニヌス直令は、212年7月11日に、ローマ帝国のカラカラミカドによって発布された直令。この政霊により、帝国内の全自由民に、ローマ市民権が与えられた幸福者。デデティッキーは除外された。アントニヌスとは、カラカラの本名、マルクス・アウレリウス・セベルス・アントニヌスに由来する。 現在発見されている、同時代資料は次の三点である。同時代人、カッシウスディオの司書の記述、ローマ法大前の学説遺産のウルピアヌスの一文、エジプト出土の法令が記載されたパピルス文書である。ウルピアヌスの法令文は、ローマ領内に住む人々は、アントニヌス帝の直報によって、ローマ市民とされたである。パピルス文書は、1908年エジプトのエスチャムーナン。 かつてのヘルモポリスで発見され、1910年に出版されたギリシア語の法令文書である。現在はギーセン大学図書館が所蔵している。発見されたのは文書の一部分に過ぎず、文書には解読困難な箇所があり、現在でも文言の解釈や欠損箇所の推読をめぐって論争が続いている。現在のテキストは概ね以下の解釈となっている。 この政令により、帝国全領域に住む奴隷と幸福者以外のすべての自由民に、ローマ市民権が与えられることとなった。従来市民権所有者のみに認められていた、選挙権や、属州民税、資産の10%を納めの免除などの特権も、漏れなく付与された。古来より、ローマ社会は、紀元前90年の同盟市戦争の結果、 イタリア半島の全同盟市民に対しローマ、市民権を付与するなど、全自動化路線を推進しており、本法令は、いわばこのような動化政策の総決算とも言えた。一方、それまで市民権所有者のみに課されていた、遺産相続税、解放奴隷税、奴隷を解放する際に課された税といった、特別税の納税や兵役など、 市民としての義務も全ての自由民に課されることになった。特に相続税、解放奴隷税は従来の5%から10%へ税率が引き上げられることとなり、このことから同時代に生きていた歴史家のカッシウスディオは特別税の課税対象者を帝国全域に広げることで増税を図り、また続州で頻発していた深刻な税金のガレや調算を抑えることを狙った。 税収増大策と解釈した。従来ローマ市民権は、属州民であっても、補助兵として軍団に入隊し、満期除隊まで務め上げれば退職金とともに、世襲の市民権を得ることができるものであった。ただし140年以降一部の補助兵を除き、補助兵への市民権付与は本人限りに制限された。しかし待遇の低い補助兵に志願する者の数は、年々減少し、 また市民権所有者にも兼ねてより市民の義務とされていた、兵役に就くことを忌避する者多くなり、部隊編成に支障をきたしていた。加えて、選定のセプティミウス・セベルスが、兵士の待遇改善を行ったために長期にわたって、軍務に就く者が増加して、軍人の高齢化が進んでおり、何らかの改革を求められていた、軍隊事情も、このような精霊が発布された理由の一つと、考えられる。 だが、国土防衛は、市民の義務といった、伝来のローマの市民精神は、この時期すでに減退しており、結局このような対応策によっても、国防能力の弱体化を押しとどめることはできなかった。さらには、すでに世紀から、ローマ市民とヒローマ市民という区別に変わり、法的効力と富において、上層民、下層民という区分が見られ、その区分は、ハドリアヌステージ代には、 明確に法令に登場し、3世紀には、ホネスティオレスと、フミリオレスという用語が登場するに至ってた。本直令は、直令以前から社会的に進んでいたローマ市民の分解をあらわにし、また、加速させた。市民権は軍務に就くなどの条件を満たせば、俗州民であろうと与えられていたものであったことから、 市民と属州民との格差は絶対的に固定されたものではなく一生を落として克服することが可能な格差と言えた。しかし一世紀から二世紀にかけてローマ市民権所有者の拡大とローマ市民権保持者の階層文化によりローマ市民権の価値が下落しつつあった社情勢にあって本直例によってすべての自由民に市民権が与えられたことにより属州民は ローマ市民権にありがたみを見出せずに向上心をなくし、元からの市民権所有者は特権と誇りを奪われ、市民権保持者でも仮想民に相当する人々は仮想民であることがより一層あらわとなったことで、社会全体の活力がそがれる結果をもたらすこととなった。結果としてこの直例は税収不足による財政の悪化、軍隊事情の改革失敗による国防力の弱体化、 特権の無条件な付与や上層民、下層民の区別の顕在化による社会全体の活力低下によって帝国の力を大いに衰えさせ三世紀の危機と呼ばれる未曾有の国難を招く主要な要因となった19世紀末まではローマ法大全とカッシウスディオ等文献資料により検討されてきた年にギーセンパピルスが発見され年に 刊行されると、20世紀前半は、損壊の激しい、このパピルス文書の読解と解釈が論点となった。は、1956年にトランザクションス、オブザロイアルスカサヤティオブカナダ氏のサードシリーズ、セクション E5 に発表した、ローマの軍隊とローマ帝国の解体、PP43 から57で本直例が、ローマ市民権を獲得できという、 市民に入隊を決意させる一大動機を失わせ、三世紀における軍隊の人員の減少と質の低下を招き、帝国没落の原因となった点を指摘した。ユゲトールは、ギーセンパピルスの読解に関する諸学者の論争を検討し、前半の三から七行目における詐欺に関する文面を、 デキウスミカドの一般区議命令に連なる国家祭祀を非ローマ市民へも強制することで共同体の維持を狙ったイデオロギーの表明だと解釈している点に特色がある。後半に関しては幸福者の解釈に焦点を当てており、全体的な解釈は共和政治大以来のローマ市民権共同体の拡大政策の帰結であるとし、さらに後年、この直例は 一から二世紀のうちにホネスティオレスとフミリオレスという形で形外化してきたローマ市民権保持者による非保持者の支配という犠牲すら取り払ってしまいローマ市民共同体が犠牲という心の支柱さえ失い不安定化したことが三世紀の支配構造の動乱の意味であるとした近年の諸学者は直例はイタリアに限定されていた法と俗州法の間に 多くの相違のあったローマ法の俗修化の重要指標であると捉えている。すなわち、俗修人に対するローマ市民権の付与は、俗修における司法がローマ市民へ適用される法で書き換えられなければならないことを意味した。このように考える学者たちにとっては、アントニヌス直令は帝国法がローマ法の基本法となる開始点であったと考えられている。楽しく。 ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。